倉庫。そこそこラジオ。日本に帰ってくるって聞いたら、なんかちょっと寂しさなんていうのも感じたりしないですかっていうような話です。どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオ。今回はサッカー選手のそこがです。 長友選手が11年ぶりにフルースの FC 東京に戻ってきて復帰完全移籍というニュースを聞いてですねなんかこう複雑な気持ちにいつも海外で活躍していた日本人選手まあサッカーのみならず野球とかでも日本のチームに 戻ってくるって聞いたらそうかピークは超えたのかななんていう風に思って僕は思ってしまいがちなんですけど今回その長友選手がそうだとは言わないですけども35歳でやはりフルスの クラブででタイトルが取りたいといととううようなことで国内外から複数オファーはあって海外からもオファーはあったけどあえて日本を選んだということでまあ楽天の田中投手とかもあえてだと思うんですけども何かこうどう言ったらいいかな複雑バリバリこうインテルとかでやってた頃からしたらもう キャリアのの終盤に差し掛かかかってきてきなとか特にあのサッカー選手って選手寿命がスポーツの中でも短いとされてるじゃないですかまだ野球選手とかはもう一回田中投手とかはメジャー行く可能性はあるかななんて思うんですけどなかなかこの35歳って とかあの長友選手がもう一回 FC 東京の後に海外っていうのは、まあ、それだけね海外のサッカー選手層の厚さというのもあると思いますがまあもうキャリアを締めくくりにかかってきてるのかななんていう寂しさも感じたりとか、まあ、それだけその日本のサッカーのレベルが。 まだまだ海外に比べたらそのイニエスタ選手とかもそうですけど海外で第一線を戦ってたトップクラスの選手たちが少し衰えてきてもまだ全然通用するっていうようなレベルなのかなとも思うと日本のサッカー自体の底上げもねあのもちろん。 願いますしそしてそういう意味ではファンの人にとってはもう最高締めくくりをね古巣のもともと出発地点でもあるようなチームで締めくくってくれてそしてタイトルなんかも取ってくれたらもうこんな喜ばしいことはないと思いますしあとチームメートとかひいては日本のサッカー界にとっては そういった海外のビッグクラブでプレーした経験を持って日本に戻ってきていろいろ行進にも指導というか影響なんかを与えてもらえたらめちゃくちゃいいことだなと思うんですけど何かこうなんて言いますかねちょっと僕はそうかもうぼちぼちプレーのもしかしたらキレも自分では。 いやいや全盛期に比べたら少し衰えを感じたりとかもあるのかなとか勝手に想像してしまいますね。うん、あとサッカー選手本当に何かそういうね日本代表だった人がいろんな J2 とかに行ったりとかまあ本当 ままだまだできるっていいう活躍したいサッカーがとにかくしたいっていうことだと思うんですけどねその松井大輔選手もフットサルに転向するというようなことでねいやまあそれぞれの道をまた新たなこう可能性を示してくれてるんだと思うんですけどもねあのこう華やかなこうワールドカップとかで戦ってた まあそういう選手を身近にフットサルで見れるっていうのも嬉しいことだと思いますがそうかフットサルかと思うようなとこもあったりとか僕はしますね。<うん S 1> さあそこでキングカズ果たしてですねどういったキングカズは締め方をね本当するのかもし障害というわけにもねえっと。 どんな形ででも我々にこうまた感動を与えてくれるのかなとかも思ったりもしますねいや本当にそれぞれのサッカー選手のね流儀というのがあると思いますが中田とか本田のようにも海外でキャリアを終えるというかイチロー選手や松井選手のように野球選手で言えば。 それはそれでなんか寂しさもありますね言われてみればねえイチローオリックスのこ戻ってきてくれて最後やってくれたらよかったねとかもあるか松井も巨人に戻ってきてくれとかあるかそう考えたら長友も戻ってきてくれるのはやっぱファン思いっていうことなのかなもうそういう海外のオファーとかあってもお金とかじゃないんでしょうねやっぱ最後というかその。 大好きなクラブでタイトルを手にしたいサポーターと共に最後はね喜びを分かち合いたいみたいな境地に達していくんでしょうかね全て想像でもちろん僕の勝手な想像ですけどもはいなんかそんなちょっと長友選手とか松井選手のニュースを見てサッカー選手って儚さもあるななんて思った次第です。 ソウコウでした。さよなら。バイバイ。